はい、続いてはターフライダーですね。こちらが高反発、こちらが低反発モデルになっています。実際にこちらですね、ターフライダーに関しては高反発から設計されて作られているということで、こちらのヘッドは 480cc あります。まあ、要はですね、このヘッドの大きさだけでも適合外になっているんですけども、そこから削り落として作ってきたのがこの 460cc の低反発ということで、こちらルール適合になります。で、この高反発モデルなんですけども、実際にヘッドが480ということで大きくなっているのかなということで見てみると、そんなに大きさ見た目ではほとんど分かりません。で、この大きくしていることで低反発モデルでも広がっているけど、さらにこの高反発モデルは広がっているということです。はい、こう構えた感じはですね、ヘッドの感じとしてはほとんどこれも変わりはないんですけども、少し、そうですね、少し小さいかなっていうぐらいな感じです。低反発がで480、そんなに大きくて違和感があるという感じは全くしません。フェイス面の面を見てみると、ラインが白く入っているのが低反発、こちらが高反発になっています。溝があるとですね、ここが割れてきてしまいますので、このようにだいぶ薄く作ってあるのではないかなという印象です。それではですね、一度打ってみたいと思います。はい、こちらもですね、ヘッド42以上の方は使用しないでくださいということが言われていますので、ちょっと軽めに振っていきます。はい、いい形でまっすぐ飛んでいきました。実際にですね、軽く振ったんですけども、今実際ちょっと自分の中では芯を外して下側にこの辺りに当たったなという印象だったんですけども、ここに当たってもですね、全然ボールも上がってくれてまっすぐ飛んでくれているということで、このスイートエリア広がっているのかなというところです。はい、こちらの高反発、ターフライダーの高反発ですね、打ってみたんですけども、打感もですね、この高反発みたいにカキーンっていうような音はこちらもしませんでした。ただですね、弾きはいい感じなので距離は出ていると思います。実際に打点が安定しないという方はですね、このスイートエリアが広がっているこのターフライダー選んでみてください。